シンさん、身長180センチ、体重74キロ、体脂肪率 10%、ゴルファーの雰囲気はあるとよく言われます。言われるのですが、一向に95切れません。95切れないってやばいよね。俺95切ったのは3ラウンド目だったけどな。一番最初のラウンドが俺100で、2回目が99 で次がもう94だったかな、俺確か。9番アイアン155なので、飛ばしのポテンシャルはあるはずなのですが、ドライバーは安定しないので捨ててます。アプローチパター以外でもドライバー練習しないとダメでしょうか、だって。まあドライバーが当たんないってことは、まあスイングが、まあ言ったら一定じゃないって、まず一定のスイングができてないってことですね。だから9番アイアン155ってのも、なんか万振りして、ハーンって振って、まあバラッバラのスイングで、たまに当たったやつが155ヤード飛ぶってことでしょ？それはゴルフでは必要ないんですよ。そんなことより9番アイアンで140ヤードでも145でもいいから、いつでも同じぐらいの距離打てるっていう、はい。で、そんなに曲がり幅っていうかね、飛んでく、ボールの飛んでく幅がそんなに広くならないっていうスイングがゴルフのスイングなんで、まずは、毎回力入れてフーンとかじゃなくて、一定のスイングすることをまずは覚えて、そのスイング身についてからスイングのスピードを上げるとかっていうことを考えた方がスコア上がると思いますよ。で、その方がドライバーもただ飛ばす力入れていっぱい振るとかじゃなくて、まずは一定の軌道で、その軌道で振ったらここに構えれば絶対ボールに当たるっていうスイングして、で、それを強くしていく。で、強くしてって曲がり始めたら、まあ、クラブが強さが合ってないか、もしくは強く振るともう一定のことができないか、もしくは強く振ると体が余計な動きし始めて、コントロール下に置けないってことなんで、それを当たるところで抑えて、はい、そのスイングの強度を高めていくっていうことが必要なんじゃないかなと思いますけどね。